島の人たちはもうダメだと、もう自分たちは被爆して国に見捨てられて何をしたってどうせダメなんだから気にしないで生きた方がいいという人たちがすっごく多いんです。今日も新聞を読んでいたら、福島の子供たちがもう自分たちは放射能で死ぬんだから勉強なんかしても無駄だと。増えるのはがんだけではない。でここのその被爆、内部被爆のどういう病気が、例えば、心筋梗塞、放射性セシウムは筋肉に入るので男性の方が筋肉量が多いからセシウムは男性の方が被曝量が多くなるんですよ。で筋肉に入ると心臓の筋肉は新陳代謝をしないので、さっきは出ると言いましたけど心臓の筋肉に入った放射性セシウムは出ないんです。あと、脳梗塞のリスクも高まりますし、あと糖尿病も進んでしまうし、あとその血管性地方症っていうのも進んでしまうし、さまざまな病気が、予想されるけれども、でも彼らが大丈夫大丈夫っていうのはそれって誰にでもなる病気だから、でそれが放射能のせいだということをなった後に証明することはできないでしょ、だから今回起きた事故に関しても自分たちの暮らしがね放射能で汚染されたことで、それがなかなかなくならないっていうこととか、その暮らしが奪われたのにきちんとした保障がまだされていないっていうこととか、そして長い時間の中で健康が損なわれていく可能性があるということとか、それに対してじゃあ大丈夫、向き合わなきゃいけないんですよ。そうしないと解決しない問題なんです、長年ね日本中の電力会社が、情報を隠すっていうことをずっとやってきて、その2007年に一度その原発であったいろんな事故を隠していただろうと、でそれを全部この際明るみに白状しなさいということをやったんですよ。そうすると456件出てきたんです。ものすごい重大な事故もあったし、それを全部隠してたんです。それを日本中の電力会社が出したんです。でもそれだけでも全部じゃないだろうなと思っていて、でそう信頼を失ってしまった以上ね、こうだって言われてもねえ信頼がないから本当かなと思うでしょ、でそれをその信頼が根底からやっぱり崩れたのはあのメルトダウンだと分かっていたのにそれを伝えなかった。で爆発を防ぐために、中の気圧を下げるその排気というベントをやったんですけど、その中に放射性物質がたくさん入っている。でそれをやるときに住民に対してどっちの方向に逃げなさいとかこれだけの量が出るとかそういうのを一切言わなかった。でそれはどん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 その、事故のあと1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月経って原発のそのまさしく原発があった自治体の双葉町とか、大熊町とか、南相馬とかそういうところの人たちがこうだったああだったっていうことを言ってくるわけでしょ。それも信じられないような事態で、つまり思考停止だし危機管理もできていなかったっていう実態があからさまになっているのに、そのことに対してまだ誰もねこの時点で1年以上経ったけれども責任を取っていないの。震災前も後も同じ人たちがやっているというどうしようもない状態があるんですよ。違う人たちでもっと信頼できる人たちがやってるんであれば違いますよ。でしかもそれが本当に情報が公開されているというその信頼性が回復されていくようなやり方であればもっと変わってくると思うんですけど、